で、もう1点目が、映画評価先ほど言われました森下発声森下発声室嬉しいじゃん。俺も嬉しい。すごいな。頑張ってな。だからこっちは。頑張ってね。でもいつですか。また行きましょう。行きましょう。行きましょう。もう取る。取る。はい。今日本当。え、いつだっけ。今週行きたい。十五。あとやるね。はい、皆さんこんにちは。なんかいつもお世話になってるビビリの方々が画面に映ってるんで、なんかすげえ緊張したんですけど、なんか和やかな雰囲気で良かったです。いやーでも、まあびっくりが一番大きいかもしれないですね。まあ本当まさか自分がっていうところをまあ思ったので、みんなからおめでとうって言われるのが、まあちょっとむずがゆいなっていうか、なんかいつもそんなこと言われないんで、はい、なんか新鮮だなって思いますけど。おでこ運動量とチームへの貢献度っていうところではものすごく今あるなっていうのは正直なところ、チームメートからするとすごい楽しく頼もしいし、見てる方からするとおでこチームをすごく活気づけてくれるというような雰囲気、存在感っていうのがあるので、いやめちゃくちゃ助かってるというか、あいつのおかげで点が取れてる場面もいっぱいあるし、森がいることであそこが突破口になってっていうのがすごい多いので頼もしいですね。そうですね、常に本気でやってますし、まあ、でもああ見えてすごいピュアなんで珍しいっすね、あっこまで何にでも全力なんで、サッカーもやりますし選手会長もやってますし、まあそこが彼の良さでもある。まあもう落ち込むとこまで落ち込むのは結構ありかなって思いますけどねまあもちろん落ち込まないのが一番なんですけど、落ち込むなってって落ち込まないやついるみたいな、なんかそりゃ本気でその試合のために練習してんだったらまあ普通落ち込むだろうみたいな。だからまあ行くとこまで落ち込んで、まああとは頑張ろうって思えるとこまで、はい、気持ち吐き出したらいいんじゃないかなと。
小学生の時なんかはチーム弱かったんですよ。で僕もなんか県トレ戦とか受けたのかな、全然受からなかったし歯が立たなかった思い出があります。なんか正直何回か練習参加させてもらったんですよ、プロ の, あの練習に。ただなんかうーん自分的にはうーん全然満足できなかったんで、あ多分俺実力が足りないんだろうなってうすうす思ってたので悔しかったけど、それよりもうわ大学どうしようっていう方があの当時はすごい迷ってましたね。全然当てもなかった。大学入ってからはもうあまりにも強すぎて俺これ4年間試合出れないんじゃねえかって思ったぐらいきつかったですね。坊主にもなったし応援団長とかもしてたし、なんか俺何しに来たんだろうみたいな、はい、そういう気持ちになったりもしてました、はい、このままじゃちょっとプロは厳しいなっていうのは思いましたね。大学3年生で試合出れないんだったらもちろんリスクヘッジをしてしっかり就活もしなきゃいけないなっていうのはその時ぐらいから考え始めました。まあ、多分一応プロサッカー選手目指してサッカーやってたと思ってたんで俺らもなんか、いや俺はもう就職するんだみたいな言ってた時は、いやこいつ何言っとんやんかと思ったんですけどね、正直本当にそれなんか一個一個挫折に思えるなんていうんですか、彼のメンタルというかなんかこうそれをバネにして頑張ろうみたいなところはでも感じますけど、そうまあ一個一個そう壁って感じれるのも、まあ、彼の良さというか、はい、まあ、マッシモが来て森があの1年目の時とかはなかなかやっぱ試合絡めなかったけど、やっぱそれでも練習は一生懸命やってたし、結局成長したいとかやっぱそういう気持ちがないとこう上には進めないと思うし、まあそこは自分も一緒なんですけど、やっぱそういうのが森はやっぱ人一倍強いし、やっぱそういうのがこう小さい頃からずっと積み重なってきたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、どうでしょう。走り方を変えようとしてる、まあ、走り方を変えようとするために練習してるっていうか、まあ、ただ足速くなりたいためじゃない。でそのために効率的な走り方をやってるみたいな感じだね。35キロ、はい、今34キロ。まあ、やっぱ彼の推進力はすごい武器なんで、そこでどれだけ、まあ、何回ミスってもいいから何回でも行けとは言ってるんで、そこの出力を出す部分は多分変わってきてると思うんで、まあでも35キロはもうちょいかかるんじゃないですか。かかります、多分。ケッピーが35って言ってます、余裕で。これ毎試合の、 あの全選手のレポートなんですけど、
歩がさっき説明したハイスピード、時速20キロ以上で走った距離のグラフなんですけど、この飛び出てるのが森下、これ福岡線ですね。セレスト線、森下で、広島線、森下、どの試合も、そうですね、森下、まあ、毎試合90分近く出場する中でコンスタントにこれぐらいの距離走れてるっていうのはすごいことなのかなって思います。喋り方でそういうのごまかすぎてるから、いいんだよ、それでコントロールできるようになったらパワーいらないから。綺麗なシュートじゃなくて汚いシュートでもタイミングで言うと入る。ねえねえ、いやシーン当たった？いや、食いましたね、完全に。ケンスケ君もちょっと後ろ伸ばして、いやいや、マジあの形です、本当に。やっぱ今回与えられた課題をしっかり克服することが結局自分の成長につながって、それが代表選手につながるっていうふうに思うんで、もう本当目の前の課題をしっかりクリアして自分自身に成長したいなっていう気持ちの方が大きいですね。いやもう乗り越えていきたいっすよ、やっぱ。しかもそれが楽しくて多分サッカーしてるんで、なんかうまくいってなくてやるべきことが明確な時の方がなんか自分は生き生きしちゃったって思います。止まった状態で100発が必要できなかったらもう話にならない。あの代表で2連勝して、まあ、勝たせたかったんで代表をすごく嬉しいですけど、またここからはグランパスの位置に戻って、あのまたグランパスの勝利に貢献できる選手になりたいなって思います。